はい。お疲れ様です。本水です。今回のお話なんですけど、撮り鉄の悪事ですね。また撮り鉄かよっていうぐらい、どんなペースで撮、えー、り鉄さんは悪いことしていくんだ、ニュースになるんだっていう話なんですけど、今回はですね、えーまあ、撮影してた撮り鉄さんが、 あの駅員さんに注意されて胸ぐらつかむというまあそこまで大きな問題ではなかったんですけどただ過去にもね同じこの人が問題を起こしてたりだとかそもそもねそこが悪いやつなんじゃねえのっていうところで大きな問題なんですよ。で JR としてはあの もう特にね、被害届けも出さないっていう風にしてるんですけど、そろそろマジで取り締まらないとやばいよ。うん、今回のことはそこまで大きい話じゃないですけど、一応ね、えーまあ、障害に入るのかな、暴行罪かなんかに入ると思うんですよ。まあ、そこら辺の説明もね、えー、していこうと思うんで、えー、見ていきましょう。 はい、元町のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、今回もですね、この滝沢ガラスさんが、えー、多分引用してるのかな、この動画。 うんえー、リスナーさんからか何かの引用してるものになるんですけど椅子に上がって電車を撮影しようとして駅員から注意された撮り鉄さん撮影の邪魔をされたことに切れて駅員の胸ぐらをつかみ逃亡する大阪岸辺駅ということで岸辺駅ってそんな大きいとこじゃないんですけどねでまあ、ちょっと先にねこの動画を見ましょうかはいちょっと小さいかもしれないですけは <laughs>、まあもう、まあ、ちょっと最初からいきますね <laughs> 注意されてあもう完全に掴んじゃってますからね。<laughs> で、マス逃走すると <laughs>。いや、明らかにおかしいじゃないですか。この椅子の上に登って、あのー、撮影しようとしてたんですよ。しかも、椅子の上に登るっていうのも、あのー、こんななんか、えー、手すりのところに足かけて、むちゃくちゃな取り方、危ない取り方してで、で、えー、注意されたら胸ぐらつかむという、むちゃくちゃな行動してるんですよね。普通にこれ、犯罪行為なんで、アウトですよね。 うん、調子乗んなやとかって言ってるんですけどただこういうね自分も使ったりする椅子を、あのー、上乗って取ろうとか、まあ、靴脱いだからとかじゃなくてそんな椅子の使い方自分でいいと思うんですかね周りの人の立場からしたら自分がやってることが、あのー、なんか不愉快なもんだとか何も感じないんですかね。うん まあそういうところもあるんですけど、えー、この件については結構ね概要がねあのー、もうニュースになっちゃってるんでそちらを読んでいこうと思います。はい逆切れの取り鉄駅の胸ぐらつかむ動画拡散 JR 西ルールをルールは守って利用してと。 いうことで、まあ、この程度で終わらしちゃいけないんですけどね、JR 西もこんなん言ってるだけじゃ、はいでえー、また、鳥り鉄か JR 西日本岸部駅で8月23日に撮影された動画がツイッターで拡散されて問題となっている動画にはいわゆる鳥り鉄の男性が駅に注意されたことに逆ギレし胸ぐらを掴んでいる様子が撮影されているともうはっきり言ってますからねで、えー、この日岸部駅では何が起きていたのか JR 西日本に聞いた えー、通り鉄対応のために4人待機していたかと。ああそうなんだ。もうだから あ撮り鉄が来るのは分かっていた話なんだよねでね、えっと、JR 西日本によると、この日は廃車となる列車が走るところを撮影しようと、なるほど、で、多くの鉄道ファンが集まっていたという、このため、JR 西日本では午前7時から、地区駅長など、応援の駅員4人をホームに待機させて、撮影の際にはルールやマナーを守るよう呼びかけていたというふうに言って 取ることとはは、ね、悪くはないと思い思ますただ駅員さんたちがここまで、えー、何か準備して、あのー、ルール守れって呼びかけないといけないような状況になってるっていうこと自体がもう問題ですからね。うん、JR としてはこの4人分の過剰な、あのー、人件費使うわけですよ、ここに対して。まあ、人件費というか、ここに労力使うわけですよね。 うん、その時点でちょっとね、おかしい状態ですよね、今。なんとかしないといけない状態なんですよ。で、えっ、ー、と、しかし、廃車となる列車が岸部駅を通りかかる寸前の7時20分過ぎに、別の電車で移動してきた20人から30人の鉄道ファンがホームに合流 <laughs>。え、あ動きながらこうやって取っていくんだ。で そのうち一人の若い男性が撮影場所の確保のためにベンチに乗った。先ほどの、ねえー、問題の男性ですね。警備に当たっていた地区駅長が乗客らの安全のため注意すると、若い男性が胸ぐらを掴んできたという。もうがっツり掴みましたよね。調子乗んなよとかって言ってますから。で、その後、地区駅長が若い男性に対し、なぜ注意したのか説明して理解を求めたという。 JR 西日本では今回は理解していただけということで被害届は出していません。ルールを守ってご利用いただきたいと思いますと話している。まあ、確かにね、あの大きい会社ですし、あの簡単にね、あのお客さんに対してなんか追求するっていうのはでやりづらいのかもしれないですけど、もうちょっとね、そろそろなんか言ってもいいと思うんですけどね、会社としてもはっきりと。うん、お客さんとはいえね。 それぐらい世の中の風潮が完全に撮り鉄アウトっていう考え方になってますよ。まあ一部なのかもしれないですけどね、このマナー、悪いのに関しては。 でえー、近年、鉄道員に対する暴力行為が社会問題化している、2019年には全国611件発生した、こうした事態を受け、国土交通省は鉄道会社と迷惑行為に関する連絡会議を立ち上げ、暴力行為の撲滅に乗り出しているということでね、も,もっとガン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 ね、あのー、追及していけばいいと思うんですけどね、悪いものには悪いってちゃんと、えー、やっていけばいいと思うんですよ。うん でちなみに、まあ、こういうふうに記事は書かれてるんですけど、本人がね、なんで、こういうことを起こしたかっていうのが、一応ね、なんかあのネット上で上がってるんですよ。こちら、もう、竹沢ガルさんのツイートになるんですけど、胸ぐらを掴んだ鳥鉄さんの言い分置いときますということで、なんだこれ、LINE の、なんだろうね、オープンチャットがなんかわかんないんですけど、とりあえず、まあ、そういうところでは発言してるんですよ。妙山っていうのかな。え、いや、キャタキンされて、ひな壇崩壊してと、取れへんから、椅子使って、 廃案したって言ってね、い、ま、ろ、あ、んな用語を使ってるんですけど、あのキャタキンっていうね、えー、これ右、キャタツ禁止で、廃案ってハイアングル撮影のことなんですね。まあ、高いところからちょっと撮れねえと、なんかキャタツが禁止されてたと。 いう,ふうにね、えー、前もっのホームで多分呼びかけがあったんでしょうで。キャタツってどんな感じなのかっていうと、なんかそういう写真も載せてくれてるんですけど、こんな感じで、ね、大人数が孤立的に撮影できるよう、前は低く後ろは高く構えることってまあネタでガレスさんがこれ付け加えてるんですけど、まあ、こんな感じでキャタツを、ねえー、持って日向みたいにするようなことをするみたいなんですね。まあ、よくなんか、 あの問題の写真とかで上がってきますよね。元三も紹介したことがあると思います。こんな感じの写真で、えー、まあ、とにかくそういうの禁止されて、えー、椅子を使って で高いとこから取ったんだよ。まあ駅員どうせ文句言うやろ思ってライト見えてから残ったら、えー、駅員こっち見とるけど全く反応せんからそのまま構えたらブツ通過、ブツ、まあ、今回の目的の列車ならブツ通過中に降りろとか文句言ってきたからガチで切れた。で、えー、同級生ボコす感覚でやったと。うんま ああ同級生ぼこす感覚でやったと。マジで、はよ言うてくれたらおとなしく従おうたのに靴はちゃんと脱ぎました。ううう,う,う,うって。<laughs> えな、どういうこと乗った瞬間に注意されたら大丈夫だったのまあなんかさ、あのー、なんだろうなあ、まあ、理由が理由になってないと思うんですけどね、胸ぐらつかんだりした。早く言ってくれたらおとなしく従しったのに。 っていいう謎の言い訳なんで、すよねで、えー、あの駅員悪いやつじゃねえんだよって、なんか自分で言ってるんだけど、で、だからこそ手出したらやばいんだよっていうコメントが来てて、ただボケ始めてるからそろそろ退職かなって、あ、あ結構知ってるやつなの。ただボケ始めてるからそろそろ退職。なんなんだよな。お前何様だよって感じがするんですけど、お,お前たちが、あのー、いいように写真撮れたりするために、えー、頑張ってくださってる人でもあるんじゃないのか <laughs> よく言えるなそんなこと。でごめん同級生やる感覚でやっちゃったって。うん、で、えー、明桜さん、えー、同級生にもやってんのって切れたらこんな感じって。いえ同級生の胸ぐらつかむやつって、まあ、大概ちょっとやばいやつじゃないですか。 うん、まあ、もちろんね、なんか正当な理由がある場合もあると思うんですけど、同級生においても、もしくは、まあ、今回みたいに、えー、し今ね、えー、知らない人というか、うんまあ、知人なのかもしれないですけど、他の人に対して胸ぐらつかむっていう行為って、普通やらないんですよ、うん。明らかに問題児ですよね、これに関しては。うん、で、まあ、同級生とか言ってるんで、どうなんでしょう、この子は。 えー、中学生高校生なのかな、まあ、そういったところで、えー、こういう問題児なことをしてるってことはそも,そもそもそこに問題があると <laughs> 思いますけどね本光はちゃんとね、えー、取り締まればいいと思うんですよ、うん、で、えー、なお今回駅員さんの胸ぐらをつかんだ撮り鉄さんは去年京都駅にて電車に乗っかって中指を立てながら写真を撮ったことが騒ぎになりテレビニュースにも出演されたことがあります <laughs> そんなある種有名人なの。で、まあ、ここにも妙家って、まあ、この人の,アイコあの名前がもう本当、妙家で有名なんでしょうね。なんか、こんな写真、ツイッター、Twitter、の画像が上げられてたりだとか、こんな、なんかもう、なんか中指立てながら電車に乗ってる、これってさ、撮り鉄って電車のこと好きなんじゃないのこういうことしてもいいのうん、これ、撮り鉄からもかなり、あのー、バッシング受けそうな話だと思うんですけど、うん、<laughs> <laughs> でこんな写真あげてたり、あの、もう一個こんなんとかね、ツイッター、Twitter、とかにあげてんのかなまあ、中 <laughs> 2秒間がすごいんですけど、で、なんなんだろうね、この赤い、なんか絵の具でつけたからのようなやつと、あとね、ツイッターのコメントでめっちゃ多かったのが、お前、爪投げえよっていうコメントがめっちゃ多くて。 いますよねまあなんかこういう中高生でなんか爪わざと長くして生きるやつまあそんな感じなんじゃないですかねまあこういう問題児のまあ子供だからなのかわかんないですけど JR はねまあそんな穏便に済ませようとしてるわけですけどそれなりに指導しないといけないと思いますけどねうんどうなんだろう、まあ、ちょっとぐらい警察のお世話になってもおかしくないような子なんですよねうん まあ、ということで、こんな感じのね、えー、男の子が今回胸ぐらつかんだわけなんですけど、撮、まあ、り鉄さんね、ちょっと、一回戻って、リツイートといいねしときますね。撮、ね、り鉄さん、ほんとね <laughs>、えー、こういう、どうなんだろう、こういう人は本当に一部なのかうん、もうわかんなくなってくるよね、こんだけニュースに上げられてたら。もう1ヶ月に1回以上は絶対なんかこういうことやっちゃうじゃんで、えー あのですね、その中に、あのー、こ,の記事この記事というか、まあ、この出来事をね、近江通信総合ニュースサイトといって,言って、まあ、こういうのをあの発信している方がいるんですよね。うんまあ、で、これ、まあ、ニュースサイトみたいに作ってるんですけどまたブログにも近いような感じで個人がされてるんだと思うんですけどこんな感じで、ねえー、紹介してるんですよ。まあ、これも、ね、ちょっと、あのー、リンク貼っとくんでよかったら見てほしいんですけどこれを、あのー、編集してるというか記事書いてる人 が、えー、こちらののツイッターの人なんですけど、えー、さ撮り鉄が駅員の村側をつかんだ事件のことを記事に書いたらやってきた地獄のような DM がこちらですということでこの話、もうちょっと先があってですつ、ね、な、まあ、がってるわけではないんですけど、えー、先ほどのニュースを、えー、今みたいにこんな記事で、えー、上げたらですね、えー、DM が来たらしくて。 編集,編集してる人ですねこの撮、えー、り鉄が悪いみたいな記事書くのやめてください迷惑です撮り鉄全体のイメージが悪くなりますバカなんですかって言って <laughs>。 でえーほまあ、アカウントの名前、えー、出して貴重なご意見ありがとうございます。初見で人にバカとバットするような方のご意見であれ真摯に対応させていただきます。記事ではあくまで事実を記していますが具体的にどこがどう不満でどう改善してほしいと思っているのでしょうか。よろしくお願いしますって。まあ、ちょっと攻撃的ですよね。まあ、それこゃバカなんですかって聞いたら、本道だってね、こんなん一回も来たことないですけどね。 えー、元光の DM にはで、記事消せ、貸す、死ねとかって言ってくるんですよ。この感じ見て、はい、じゃあ、撮り鉄の人の言うこと聞こう、一部の人なのかな、悪いことしてんのはって、思えないですよね、うん。こういう記事書いてる人に対して、こういう <laughs>、こういう DM 送ってくるんですよああ。あまりにもね、社会の感覚、うん、礼儀とかが何もないんですよね。 こんんなな人ばっかなんでしょう、ね、まあだからまあこういう動画本光も何回も上げたらやっぱ一部の人があって、えー、実際自分はちゃんと撮ってる撮り鉄の方ですって、えー、いうコメントもあるんですよあの言葉遣いもちゃんとしてる方が書いてこられることもあるんですけどただ逆の状態になってんじゃないのかなと、うん、一部の撮り鉄が、あのー、ちゃんとしてるというふうな現状になってるんじゃないですか うんまあ、そういう意味では、しっかりこう見せしめって言葉は悪いかもしれないですけど、何かこういう問題を起こしたら、JR も JR ではっきりと、えー、なん対処していくことが大事なんじゃないですかね。そうしないと、特に中高生の、えー、人たちの問題が多いようにも思えるんで、ね、改善されていかないと思うんですよね。先に進んでいかなく、どん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 ,どん、あこれやっても大丈夫なんだ、これやっても大丈夫なんだみたいになったら、もう本当崩壊しちゃうと思うんで。 うん、まあ今後ね、えー、JR さんも強気でいってほしいです。本当迷惑な、えー、お話でした。ということでね、今回の動画は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もとみちチャンネルでは、自陣ュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。